美味しいチョコ食べたい。まる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 ディザート。サク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 シュワストロン。まる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 。日本時間の今日午前3時過ぎから行われました。日本はアルゼンチン、ジャマイカ、それにクロアチアと対戦することが決まりました。日本の試合日程です。6月14日、20日、そして26日と3試合を戦います。1次リーグの各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出します。ブラジルと並ぶ南米の雄アルゼンチン、過去2回の優勝を誇ります。アトランタオリンピック銀メダルの若手を起用してレベルの高い南米予選をトップで通過。パサレラ監督は初優勝した時のキャプテンです。Sabemos que ha progresado mucho futbolísticamente Japón y que nos puede dar un dolor de cabeza si no estamos atentos y si no estamos concentrados en el partido. 初出場のジャマイカ、愛称レゲエボーイズはブラジル人のシモエス監督の指導で力をつけました。北中米カリブ海予選で旋風を巻き起こし、最終戦のメキシコと引き分けて最後の3枚目の切符を手にしました。No, I don't have to describe my team. I think the Mr. Okana must go there and watch Jamaica. So Mr. Okana can buy some videos from CONCACAF qualify games and they will be very surprised about Jamaicans taking off Jamaica. クロアチアも初出場です。東欧のブラジルと言われた旧ユーゴスラビアの伝統を受け継ぎ、去年のヨーロッパ選手権でベスト8に進出しました。各地のクラブチームで活躍する選手も多く、その実力は高く評価されています。On a joué dans un tournoi au Japon où l'équipe Japon il a battu mon équipe. C'est bien sûr un avertissement assez important. ファーストクラスのチームとぜひやってみたかったんで、非常にやりがいがあって、楽しみにしてます。まあ、ジャマイカと日本とクロアチアが3チーム初出場ということで、まあ、経験がないということでは同じということでは、まあ、ありがたい。すごい経験を積んでるチームよりはありがたいと思ってます。まずゲームを見て、分析したいと思ってますけど、これは3チームはやはり実際に見てできれば見たいですけど、できなければビデオとか過去のビデオとかそういうのを見たいと思ってます。どこのチームとやっても強いんでね、その辺はやることっていうのは自分たちの能力を上げることって今はそれしかできないんでね、相手が決まったからといってどうこうっていうものは別に思ってません。どこのチームが当たるとかそういう問題よりも、まず第一に選ばれてやっぱりレギュラーになるってことが一番大事だと思うんで、まあ、だから組み合わせとかそういうのは全然全く僕の頭には全然頭にはないですよね。ワールドカップ優勝経験のある国とその真剣勝負で試合ができるってことはものすごく楽しみだし、自分のプレーがどれだけ通用するかというのもものすごく興味があります。何が起こるか分からないというかね、そういう国際舞台での経験っていうものに関しては僕たちと同じじゃないかと思うんで、まあ、その辺本当ね、なんとか決勝トーナメントに、ね、進出できるように、まあ、一勝一敗一分けを目標にね頑張りたいと思いますけど。Eu acho que o Japão só entra em desigualdade com a Argentina. No mais está todo mundo começando, apesar de que eu acho que o Japão vai pode disputar a segunda vaga, vai disputar as duas vagas, eu acho que são dois que classificam, né? Com a Croácia e com a Argentina. E hoje futebol com nome não se ganha, se ganha com trabalho, com dedicação, com melhoramento, com tática de jogo, isso é que se ganha futebol. Você não é, vou enfrentar a Argentina, vou ficar com medo, vou enfrentar o Brasil, vou ficar com medo. Não tem isso. Eu acho que tem que chegar lá, fazer um bom trabalho, acreditar na sua capacidade e jogar futebol. 激戦が予想されます。ここは最多の4回です。 B グループのカメルーンはガンバ大阪で活躍しているエムボマ選手が予選突破の推進力になりました。前回初出場で決勝トーナメントに進出したサウジアラビアは C グループ、 D グループのスペインは無敗で予選を乗り切りました。E グループの韓国は過去まだ勝利がありません。今回も厳しいグループに入りましたが、アジアの力をアピールしたいところです。F グループのユーゴスラビアは
名古屋グランパスのストイコビッチ選手が健在です。日本に敗れたイランもこのグループです。 G グループのコロンビアは前回1次リーグで敗退し、選手1人が帰国後射殺される悲劇がありました。